今日は2022年8月22日、今8時21分ですけどね。今日はこの交差点の あそこに見えてる中央分離帯に草が生えてますけどね、あの草が非常に危険なので、それを今からカットします。右折するときにこれ向こうが見えないんだよね。この草が生えてるために、右折するときに右折車が見えません。なのでこれを今から切っちゃいます。本当はこれをね、警察官に話したんですけどね、7月29日の座り込みの際に、森永巡査部長という人が110番通報で座り込みのところにビーチパラソルを立てていて、それが道にはみ出しているという110番通報があった。このことに関してはこのビーチパラソルの立て方は警察から以前指導を受けて、いわば合法的にやってるんだという説明しましたけどね、その時の動画もこの後に載せますね。それがこれですけどね、110番通報だよな。はい、110番通報の内容は道路にパラソルを立ててる。このパラソルの立て方は、高尾警察の、あの人の名前なんて言ったかな、もう20年前にさ、こういうふうに立てなさいって指導を受けた方法で立ててます。あれ、YouTube に載ってるから見てごらん。だから前はね、ここに直接立ててたのよ。そしたらそのね、松本さんっていう、もうとっくに退職してるけどさ、直接立てたら向こうにはみ出して、バイクとかが通ったら危ないので、こっち側にね、少し引っ込むようなものを作って立てなさい。で、この話を聞いてくれたら、もう何も文句も言わないし、二度とこういう苦情は言いませんっておっしゃって、その YouTube が載ってるから見てごらん。松本警部補が。見てください。だからこれは高尾警察の指導に基づいてやっている立て方なんです。でね、道路のね、危険性で言うならばさ、うちは目白大ハイムというマンション、あんた来たことなかったっけ？来てたな、この間な。目白大ハイムマンション知ってるよな？知らない？目白大ハイム。知ってるよな？伊東洋華堂の方から来て右折することになるよね。伊東洋華堂から来ると、そのハイムの玄関に行こうとして右折するよね。で、前方にグリーンフィールドがあるんですよ。で、そこにさ、毎回さ、なんか草がボーボー生えてさ、向こうから車が見えなくなってる、なるの。俺その話をさ、白バイの警官にも話したさ、それも YouTube に載ってるけどね、カットしてくれって言うんだけどさ、根っこから取らなきゃさ、あれもう頭だけ切ったってどんどん生えてくるんだ。もう20年になるぞ、あれ。私がその話をしてからね、向こうから車が相当見えない時期があるの。危ねえんだわ。そういうのをさ、警察の方で責任持ってさ、根本的な解決してほしいんだわ。危ないよ、あれ。ほんと俺さ、もう来てないかなと思って出ようとしたら、やっぱり来てたっていうのあったしな。危ねえぞ、あれ。こんなビーチパラソルの話じゃねえよ、あれ。今からこれをカットします。
まだちょっと残ってますけどね。とりあえず今8時32分でちょっとの時間でできるんだけどね。嫌だね、警察が通報を受けても何度か良くなったか見てみましょう。ここで右折する際に今トラックがいて、その後ろに車がいるのが見えますけどね、それ全然見えなかったね。この前の車、トラックの前の車もすらも見えづらい状況ですね。